こんにちは。手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつもご覧になっている方ありがとうございます。登録がまだお済みでない方、ぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日は不思議と救われる人の手相というテーマでお話をさせていただこうと思います。なんだか大変になってくると必ず周囲からの引き立てや援助があって救われるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本日はそのような人たちが持つ不思議と救われる手相というものを紹介していこうと思います。ぜひ興味ある方は最後までお付き合いください。一つ目は運命線ですね。中指へ向かって伸びる線を指すのですが、こちらが月球という部分から伸びるような形になっている人です。こちらは人気運命線と呼ばれていて、周囲の人から好かれる特別な魅力を持つ人に現れるとされます。典型的な不思議と救われる方の手相で、困った時や苦しい時に周囲の人からの援助や支えがあって救われたり引き立てられる人で、それによって運も伸ばせていきます。見方を変えると、自分自身が日頃から思いやりの気持ちを持って人を大切にしている人とも言えます。この層の持ち主は自由にのびのびと育てられた人も多く、素直な性格であり純粋で、人当たりもよく大人になっても可愛らしさが出るタイプです。環境やその時の状況に素早く順応できる特徴も持っています。人から好かれたり信頼されるタイプですので、人気を必要とする仕事で能力を発揮できるでしょう。人のありがたさに感謝して、人を笑顔にしたり、人のためになることを心がけていくことで、さらに運気が増していくでしょう。それによりまた救われるという好循環になっていきます。次は運命線ですね。こちらに月球や金星球という部分から影響線を持つ人です。影響線は運命に影響を与える人との出会いを意味しているとされ、こちらが現れてきたら今頑張っていることに対して救いの手を差し伸べてくれる存在が現れるということを示しています。月球と金星球から出るもので少し意味が異なりますので、そちらを解説していきます。月球方面から影響線が合流する場合は、自分で築いてきた人間関係の中や職場、日々の生活の中で支えてくれる人に出会えることを示します。中には突然の出会いからそのようなサポートしてくれる人に出会える可能性も表しています。少し人気運命線とも同じような部分がありますが、日頃から周囲の人を大切にしている人であるからこそのサポートになります。影響線が複数線で出る場合は少し意味が異なります。この場合は周囲の人を魅了する魅力的な人であるということを表しています。モテ線や人気線なんていう風に呼ばれている線でもあります。もちろんこの人も日頃から周囲の人を大切にできる人なので、いざという時はサポートしてくれる人がたくさん現れるとは思いますが、周囲にいい顔をしすぎて八方美人だと思われている可能性もありますので、自分軸をしっかり決めておくことも大切になってくる人と言えます。ただ人の気持ちがわかり愛嬌もあり、さらには天性のコミュニケーション能力にも恵まれているため、まず困った時は不思議と救いの手が差し伸べられる人だと言えるでしょう。金星球から影響線が出るという人の場合は、身内からの援助などによって発展していくということを表しています。親や家族からの支援、遺産相続などにより現在頑張っていることに対してサポートがあるということです。また親や親戚、親しい友人から紹介された人との結婚、またはお見合いで結婚するような人にも現れるとされます。親や兄弟、身内、家族などと関係を良くしておくことでサポートしてもらえますし、運気も上げていける人だと言えます。次は月球という部分に斜め線、寵愛線を持つようなタイプです。影響線に少し似ているのですが、この場合は運命線と接しないものであるという点が違いになります。寵愛線の持ち主は不思議な魅力にあふれ、誰からも可愛がられたり好かれる人に現れる幸運の層とされます。周りの人を楽しい気持ちにさせてくれるタイプなので、この層を持つ人の周りにはいつもたくさんの笑顔があるでしょう。
そのため人と接したり人前に立つことが向いています。一生懸命努力していれば必ず周りからの協力があり上へ押し上げてもらえる人でしょう。次は月丘と呼ばれる部分から薬指の下へ向かって伸びる線、太陽線が出ている人です。太陽線は人気線や成功線と言われ、その人の名声、人気、金運、幸福度などを見ることができる線です。一級から伸びる太陽線の場合、非常に長い形になりますから、これらの意味が非常に強いというわけです。まず間違いなくこの層の持ち主は日頃から人を大切にできる人であり、周囲からのサポートがあった上で名誉、名声を得て大きな成功を収められるタイプでしょう。有名人や大物になれる可能性を大いに秘めています。また豊かな発想力や創造性を生かして芸術芸能の分野で才能を発揮し大成功を収めるタイプでもあります。野心を持ちながら一生懸命頑張っていれば必ず周りからのサポートがあり大成功を収められるでしょう。本日は不思議と救われる人の手相というテーマでお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。すべての線に共通していることは日頃から周りの人を大切にできる方だということです。今日紹介した線がなかったとしても周りの人を大切にする気持ちがあれば必ず現れてきます。そのような気持ちで過ごしていけばきっと不思議と救われる人になれるでしょう。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。